私はちょっと不良っぽい人が好きなの。ね、どことなくあれなんだよね。こんな話してる人とかこんなの燃えて燃えちゃってそれじゃないっちゅそうじゃなくて雰囲気がね、不良っぽい人、ごめんなさい、どことなくなんかあれなんだよね。冷たくさ、冷たくしそうな人って言うんでしょ、そうそうそう。誰かな、それは誰かな、誰かな、誰かな、言ってもらってみんな知ってるじゃんよ。知ってるよ、知ってるよ、ね、そういう感じじゃない、だって聞いた聞いた、今ね聞いた鼻息ばっかり上がってちょっとテレビじゃ言えないよね。なんでそれじゃ私がそうだ。ねえ、言えないよね。言えないよね。みんな演技するね、演技するね。言えない。だってこれからちょっとアイドルとしてやってくる、言えないよね。全然私の顔とかタイプじゃないと思っててもさ、長くこうやって一緒にいたりとかするとさ、仕草とかそういうのでさ、すごい顔じゃなくて、最初の印象は顔かっこよくないと思ってたのに。かっこいいとか可愛いとか思ったりするもんだよね、うん、きっとね、うん、それはだから長く話してみたりとかするとフィーリングがあっちゃう、そうそうそう、触ってくるもんだよね、そういうのね。そうするともう顔とかなんとかとかいろいろ言ってらんない。いや、リエコは顔だよねフィーリングが合うと合わないと、なんだあんた、それじゃああまり誰でもいいよね。そんなことないよ、私は一途なんです。一途一途なの、一途か、ちょっとこう、それてるしね、一途なんだよね一途なんだよねやめてよ、そういうこと言うとみんな信じちゃうから。まあまあまあ、皆さんこんな感じでいろいろ考えてほしいんですけれども、一人の人が分かってくれればいいんだもん。そんだけ、オンマイクにすると私の声が通らないからね一人の人が分かってくれてればここだけの話でですね、皆さんあの耳が痛いダメだって。